イベント、ドスソレスホリデー、DH の8に行きます。ちなみに今回は9ステージあるので、ここが最後ではないです。という。はっ。船になった。いきなり大部分が浸水区域になりましたね。最初からいるこの緑の船ですが、これは護衛対象で、青ゲートに入っても耐久値は減りませんが、敵に優先的に攻撃されて、破壊されると耐久値が減ります。今も狙撃兵に撃たれてるね。けど、逃げ切れそう。さすがに最初のは大丈夫ですね。今度は赤い船が出た。赤いのは爆破艇、敵です。勝手に HP が減っていって、ゼロになると爆発して、ダメージを与えてきます。あ、緑の船が突っ込んでる。ああ、危ない。早く逃げて。ああ。ああ。ギリギリセーフ。さすがに今後は倒されちゃうので、手を出していきます。水上バイクが来てるので、それが止まったら、その後ろにイカダを配置。海はマスが見えないので、このイカダは先に置くと場所がわかりやすいです。左上。狙撃兵が通り抜けてから、宴で倒します。倒しても、宴は少し置いておいて、後ろから来る爆破艇も倒します。上の方にも爆破艇が、緑のも来た。さっき置いたイカダにポップカルを上向きに配置、爆破艇2体を倒します。周りを緑が通ってる。少しは耐えれますが、狙撃兵の攻撃がきついです。小舟の上に出てきてるね。ここのアングリエルは、そのマスにまで攻撃が届くので採用しています。射程が広いおかげがね。この狙撃兵は輸送船を壊すので、アングリエルのスキルを使っています。ふむふむ。もうちょっと前に陣取りたいですけど、ちょこちょこ出る水上バイクがきついですね。なので1台ずつ倒していきます。上の水上バイクを倒してから、下を倒しに行きます。2台に撃たれると、宴が倒されるので注意です。1台ずつ倒すってそういう。これを倒したら、最後の8体です。あとは正面から来るだけなので、遠距離前衛の2人で迎え撃ちます。最後魚雷が突っ込んでくる。遠くのうちに倒そう。あと、アンブリエルには回復が届いてないので、狙撃兵に撃たれないように、アレーンより先に置きましょう。それ今言うの。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。